よ。なんじゃここ。え？すごいとこ来たね。よし。わあ、ごめん。あ、え？ちょっと待って。え？武器しまおうと思ったら。ごめん。どこ行ったキュウリ。ごめんごめん。まあいいや。革素材の衣装。わ、かっこいいね。見てこれ。たまにはこういう感じで行こう。いつもちょっと肌を露出しすぎやからね。ちょっと今日はしまっといてください。もうあなたの美貌は十分わかってますからね。もうそんなにアピールしなくていいですよという。そんな感じ。かっこいいね、これ。この革のテカリが素晴らしい。そして彼女が鳥。鳥ちゃん。どこやったっけな、これ。ニューヨーク出身やったっけ？ちょっと忘れちゃったけど。セクシーな彼女です。ノラ様の大ファンらしい。そしてエイダ。エイダはいつもの感じ。うわ、この太陽の光が。かっこいいね。最高。ちょっとあなた顔見して。どんな顔してる？わー。さあ、そしてここなんなん？これすんごいね、ここ。ちょっと上から見てみよう。あ、ちょっと待って。え？ちょっと待って、こんなとこいてるわ。わー、これあかんな。これ完全にあかんやつやな。どうしよう。誰、ちょっとこれ引き上げて。頼むわ。そしてここで、クエストを、受注することができるみたいですね。今日はちょっとちょこっとやっていきましょう。今日は BOS やからね、皆殺しにしてやってもええんやけどな。なんかハイテクウェポンがどやこや言うとったな。イエス。OK。 来たで。ボードザベルチバード。ベルチバード乗れって。BOS と一緒に戦う系ですか？ちょっと待ってね。よし、じゃあ行こうか、みんな。コンパニオンのみんなと、そしてこの、名前なんちゅうの、ザラ。ザラさんね。そして、キャプテン・カム。パラディン・グレン。この二人。行きましょうか。なんか戦争してるんよね。それを手伝ってくれっていうことやと思うんですけれどもね。誰と戦ってんの？ミュータント？かな？ちょっとこれはワクワクしてくるな。久しぶりのワクワクやで。ねえ、オペレーションマンハッタンっていうね、クエストモッドです。わー、来た。ドクロマーク出てんで、これやばくね。絶対やばいやつやんな、これ。よし、行くで。これが強いんよ、このレーザーがね。いやー、一撃やわ。おっしゃー、来た。みんな強いからな、わ。ノラ様の従者たちがもうものすごい強いからね。何もせんでも、うわぁ、溶けた。うわぁ、こいつやばいぞ。ほら。むちゃくちゃ、ちょっと待って。エイダの全速力が面白すぎるんやけど。ものすごい全速力で走っていくからね。怖いなあんた。あんま無茶すんなよ。ちょっとセーブして。パワーセーブして。じゃないと、またオーバーヒート起こしてね、おかしなことになっちゃうよ。ちょっと待って。みんなちょっと落ち着いて。私がどんな敵か見てから、それからやって。わわわわ、お、すんごい音してる。デスクロー、めっちゃ強そうなデスクローいてるわ。こいつね、頼むノラさん。このレーザー銃がすんごい強いんよ。これ私の好きなモッド制作者が作った武器モッドなんですけどね、これ大好き。めっちゃかっこいい。クロスっていうね、シリーズがあるんですけど。わあ、やっちゃったね。 OK。そしてリロード、かっこいい。ノラ様、これ一応生身の人間に見えてますけどね、もう体のね半分ぐらい機械化が進んでるみたいですよ。もう人間やめるみたいです。もうこれからはロボットとして生きていくみたいなね、そういう声明を発表してました。だからもう今この体のね、半分ぐらいは心臓とかね、もう実はね、機械ないよ。なんかオイルまみれの、なんかビーンって回ってたわ。機械が回ってたわ。そしてここになんか建物があるんよ。え？これはちょっとワクテカするな。久しぶりのワクテカ。
こういうとこちょっと入っていきたいけど。よし、来たで。行くで。わー、かっこいい。あ、銃口をさ、ノラ様に向けへんようにしてるわ、ほら。こっち行くとね。前に行くと。そんなことなかった。これなんかいてるぞ、これ。なんじゃこれ。あんた誰？わ。何？なんでこんなとこにレーザーがいてんの？レーザーちゃうわ。レイダー。レイダーやったく。わー。さらば。これやんな、ここやんな。いや、ちょっと、わー、ちょっと待って。ここ入り口か。これ。よっしゃ、来た。あ、地下鉄や。なあ、ちょっとあんたら行って。異様な雰囲気やな。一体誰と戦ってるんや、我々は。それがわからん。スーパーミュータントが出てきたり、レイダーが出てきたり。そして時折起こる大爆発。ここ行き止まりやけど。こっちか。ここやんな。ここしかねえな。やめといた方がいいぞ。レーザーに溶かされるぞ。よーし。一撃やわ。あ、わあ。ちょっと待って。なんかすごいかっこいいのいけるわ。わあ。全然。全然側がついてへんぞ。うわー、やっちゃってお願い。ちょっとどいて、ちょっとどいて、ちょっとどいて、ちょっとどいて。よいしょ。 OK。 わー、かっこいい。あんたらかっこいいな。ねえ、いいよいいよ。いっぱい出てきたで。頼むぞ。うわー、ちょっと待って、うちのエイダに何してくれと。あんまりエイダ濡らしたらあかんで。うわぁ、ちょっと、おぉ。あんま濡らしたらあかんで。壊れるからな。水に弱いから。こういうなんか地味な感じもかっこいいよね。ね、フォールアウトのなんか世界観を象徴するようなこの汚い格好ね。これもかっこいいよな。オッケー、どいて。ケツ。よし、こっから地上に出れるで。これ地下鉄やんな。で、こっから上に上がると、わあ、なんかいっぱいやってるわ。このノラ様のライトセーバーは古い方のライトセーバーやな。ライトセーバー2種類あるんよ。エイダが使ってんのが最新版のライトセーバー。で、ノラ様が使ってんのはちょっと古いやつ。短いよね。子供のおもちゃみたいな。そんな感じよ。ガンナーもいけるで。レイダーがいない、いろんな種族がいてるな。おい。おい。おい。うわー、ミニガン持ってる。やばい。これちょっとやばいぞ。これいける人いてる？うわー、ちょっと待て。ちょっと待て。無茶すんな、おいおい。無茶するな。うわー、こっちもミニガンいてる。これはきついな。うわぁ、こっち行くわ、じゃあ。今度は、そんなもんお前。うわ、ちょっと別品やな、これ。知らんで。ほら。一撃や。いくら、うわぁ、危ない。うわぁ、じゃあ食べた、今食べんでいって。あかんて。ゲップすんなよ。よっしゃ、注射。うわぁ、撃たれてる。おっと、外出てきた。さっき見えとったとこやん、これ。わあ、これは楽しいな。ちょっと待って、めっちゃカオス。これはまずい。そのミニガンぶっ放すのやめえや、それ。それやめえや。まあ、かっこいいんちゃうか、よし。いけ。このミニガン野郎、ちょっと、これなんとかして。わあ、やばい。こいつ危ないんよ。よっしゃ。わあ、おちょっと待って、おお、出てきて、ロボット出てきた。やばい。これはやばい。誰が倒すよ。こいつは。うわあ。よっしゃ、倒した。した。倒れた瞬間、ラグドール化する、この軟弱さ。もうちょっと構えとけよ。これ。ちょっと揺れすぎ。この可愛い顔を、ちょっと待って、わあ。股間を狙って。
やられた。よし、倒した。オッケー、わあ。行くで、みんな行くで。進め。みんな強いから、よう働いてくれてるけど、かなりカオスやな。そしてここにマーカーあるわ。ここやな。オッケー、行こう。とりあえずマーカー、うおっと、ロボット出てきたで。ポンコツロボット出てきたで。逃げるな、逃げるな。おい。わあ。この辺もね、いろいろとあるけど。うわ、勝手に開けんなよ。なんでやねん。え？え？勝手に開けたで、この人。そんなスキルあんの、あんた。しかし、ここなんなん、これ。ベルトコンベヤーあるんよ。これね。コントラプションワークショップの。またロボット来たで。うわ、こいつ強いで。危ない危ない。危ない。頼む。危ない。鳥危ない。やばいね。わっしゃ。行って行って。行け。処刑せ、処刑。よーし。ちょっと待って、これ見てほら。ちょっとごめん。あんたらどいて。これ見てほら。なんかクマがサングラスかけてるの。テディベア。タバコ吸ってるし。オッケー。よっしゃ、来たで。おっさん来た。ちょっと待てよ。これ敵対してるけど、え？エイダー。これ、殺してよかったんこれ。これ見て。うわ、工場やで、これ、ほら。作ってんのここで、ほら。わー。見て、これ。ロボット好きにはたまらない。ロボット大好きマーヤの、週刊フォールアウト4。まさかそんなタイトルになるとはな。こいつか。最後こいつやな。こいつとし、あ、これを助けに来たんかな、もしかして。そういうことか。よし。来たぞ。Hey. お、お前の命を守ったる。OK、これでこいつを助けたんやな。そして、スピークザラって書いとったわ。行くで。OK。セットエクスプロッシブチャージ。6分の1。つけた。これを全部につけていったらいいんやね。で、これを破壊したらいいんや。この施設自体をもう破壊するんやな。そういうことですわ。OK。セット。やっちゃう。わ、すんごい、すんごい武器持ってんな、あんた。わあ。わあ。エイダにお任せ。おっしゃ、つけた。よし、ここや。そして、あと一つ。ここじゃ。つけた。全部つけたで。これ。アクティベート。セーフロケーション。安全な場所行こう。行くで、みんな帰るね。爆発するで。行くで行くで。よっしゃ。置いた。エクスプロッシブ。爆発。オン。オン。オン。爆発した？オッケー。爆発してるよね。もうむちゃくちゃやでこれ。でエスケープ、どこに、こっちか。出ようか、帰ろう帰ろう。もうあかんわこんな、むちゃくちゃすぎるわ。おっしゃ、出てきた。あともうちょっと。逃げろ逃げろ。もうたっ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 たからたったったからたったったったやなこれ。トゥ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 。おいおいおい。よっしゃ、逃げろ。逃げろ逃げろ、もう。あかん。さすがのノラ様も、これ対処できません、こんな。来た、ベルシバード。帰るで。みんな帰るで。帰ろう帰ろう帰ろう。あー、帰って、ちょっと待って、おー、なんや。お？ちょっと、うわー。
ちょっと待って、全員敵対してるで、なんやこれ。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、これはどうなってんだ。これロボットいてるし、わあ、飛んでいったダメだこれ、すごくねこれ。え、これはちょっとちょっと待って、何が起こったんよ。ノラ様の悪のパワー使うしかないな。もう行くで、もう。くそ、しゃ、ノラ様に逆らうとどうなるか。逃げつないな、これ。ノラさんも怒らせたらどうなるかもう教えとこう、これね。連邦で調子乗るとどうなるか覚えときあんたら。むちゃくちゃなんねやから、もう。ベルシバード落とせ、よっしゃ。全員死んでもらうで、もう。ただもう完全にノラさんも切れましたね、これ。ダメですわ。手がつけられませんよ、もう。やっぱ BOS は敵やからな。最後は皆殺しで終わりですよね。 OK、 これで一件落着やなクエスト完了できへんけど、ほらノラさんも怒ってるわ、もう完全に顔が怒ってるよこれね。なかなか楽しいミッションでしたけれどもね、最後なぜか全員 BOS が無事切れてね、ノラ様に襲いかかってくる。利用されたってことか。なるほどね、そういうことやな。ノラ様を騙して仕事させて、そして帰ってきたらやってまえみたいなね、そういうことやな。それにブチ切れちゃったノラ様が逆に皆殺し。これはもう気持ちいいな。気持ちいいという言葉しか出てきませんわ。はいということでございまして、面白いなこれ、めちゃめちゃ面白かったな。カオスすぎるけど、はい、ということで今日はねこの辺で終了したいと思います。週刊フォールアウト4、また来週会いましょう。マヤでした。